今度そっちに変わった。新しいお気に入り決まりました。どうやらこの青い鳥のようです。行くよ。行くよ、ジャック。ジャン君の新しいおもちゃ、青い鳥に決定しました。水色の鳥ね。前にジャン君にって買ってさ、去年かな。今それを飛ばしてたんだ。嬉しい。これ使ってくれるようになったの、ジャン君。ほら。ありがとう、嬉ジャン君。ポンちゃんは何？あ、落ちちゃった、ごめんね。何？ポンポンちゃん。おお、危ない危ない。ポンちゃんはお気に入りまだ決まりませんか？ポンちゃんはお気に入りするにはさ、いっぱい遊び倒してさ、壊しちゃったね、ポンちゃん。そうか。もう羽がみんな取れちゃって。また新しい。羽の猫じゃらしでしたか。今リボンつけたんだけど、いまいちだった。ほら、羽がもう全羽然じなゃい。ないとダそうなの。あ、でもちょっと、ちょっとここ開けとくか。気に去るかも。いいぞ。あ、取れでちゃっは、た。取れちゃったです。ジャン君に、ほら、あ、生まれごた。めんなさい。よいしょ。ポンちゃん、ちょっと待ってね。ここにつけるはい、ちゃん。リボンほどけちゃった。これも。ダメ。鳥さんも遊んでもらえないのかとばっかり思ってた。嬉しいよ、ポンちゃんじゃない、ジャンくん。さあ、生配信始まるよん。羽だともっと遊んでくれるんだけどね。まあ、ネット注文しかないんだったらネット注文しましょう。そうだね。これがポンちゃんの遊びでした。はい、じゃんけん。ですね、新型コロナ、いろいろありまして、家にいなきゃいけないんであれば、やるべきことをやると、やることを増やすということでですね、隣に今倉庫代わりになってしまった、6畳間がありまして、そこをきれいにすると、使えるようにですね、収納用としてもちゃんと、機能させるようにするために、部屋を片付ける前にベランダというか物干しがあってですね、そこに荷物を全部一回出したいと。出すにあたってはその、
物干しを、ジャン君やポンちゃんが逃げ出さないような形の、構想があるんですね。こうネットを張ったりする、それを先にちょっとやってから、まあこちらの方はですね、全部完成じゃないまでも今できることをするということで、今日はそちらをやります。はい、こちらがその物干しにですね、このような形のネット、これを今、結束バンドでつけているところです。一応これでですね、今ある分だけは、仮止めという形で付きました。こっから先が足りてないんですが、これはまあいずれ、買い足すということで、今日の大仕事でした。